2チームのアシストが、戦闘集団に、エースが位置取りするための隊列を作る。ジョージ・ヒンカピー・がツールド・フランスのイエロー・ジャージを着る、エース、ランス・アームストロングをアシストする。自転車競技におけるアシストとは、チームとエースの利益のために働く、自転車ロードレース選手である。英語圏ではフランス語で、下僕を意味する、ドメスティーク、イタリアおよび、スペインでは、 グレガリオと呼び、ベルギーとオランダではそれぞれ、クネフトと呼ぶなど、欧米では、球技で用いられる、アシストという言葉を自転車競技に用いるのは、一般的ではない。ドメスティークという言葉が最初に使われたのは1911年だが、それ以前も、この役割の選手は存在した。自転車競技選手の労力の大部分を占めるのは、 前方の空気を横へ押しのけることである。このため、先頭に立つよりも、別の選手のスリップストリームの中にいた方が走行は、容易である。走行速度が上がるほどこの際は顕著なものになる。競技選手は、当初からこのことを承知しており、それを考慮して、走行をし、またしばしば先頭交代をしながら走行した。 これはやがて、スリップストリームを作るための選手を用意し、その後方で、エースが走行するということにつながっていく。アシストの人数が増えることによって、より複雑な戦略が可能となる。アシストがレースを完走することは、その役割をまっとうことに比べれば、重要視されない。アシストは、エディ・メルクス、ベルナール・イノー。 ミゲル・インドゥライン、ランス・ワームストロングといったエースたちのように栄誉を共有することはない。しかし、自分自身の栄光を勝ち取ることができる。ジャック・アンクティルをアシストした、ルシアン・エマールはツール・ド・フランス1966で、総合優勝しており、またツール・ド・フランス1985で、ベルナール・イノーのアシストをした、グレッグ・レモンは、 翌年のツール・ド・フランス1986で総合優勝した。2012年にブラッドリーをイギンスをサポートしたクリス・フルームも翌年に栄冠を得ている。作家のロジャー・セントピエールは次のように語った、レースの勝敗が決するのはしばしばチーム戦術である。勝利を争う位置に選手たちがいるとき、 副官たちと兵士たちは、追走をブロックする動きにエネルギーを費やす。彼らが、風の中に飛び出して走行することによって、彼らの自転車に囲まれたエースは負担の少ない、走行をすることができる。主要大会での勝利が、アシストたちの下支えを、大きな功績とせずに成し遂げられることは、本当に稀である。エースを助けるために雇われた。 最初の自転車競技者として知られるのは、ジャン・ダルガシエとヘンリガウバンである。彼らはツール・ド・フランス1907において、アンリ・ペパンのために走った。ペパンは彼らに、レストランからレストランまで、一定のペースで走るならば、優勝と同等のものを約束したのである。彼ら3人は決して急がず、ルーベからメスへのステージを、 エミール・ジョルジェよりも12時間20分も長くかけて走った。当時のレースはタイム制でなくポイント制であり審判は無力であった。選手がどのようなスピードで完走するかよりもゴールに到着した順番が重要であったのでる。この時代、選手間に数時間単位の差がついた場合、追いついて抜き去ることのできないライバルの後ろでいかにスピードを上げてもポイントには ならない。そして審判は、選手全員の到着を待たなければならなかった。ツールの最初の10年間、競技規則では、チーム走行を禁じていた。しかし、ペパンの取引が、成績に影響を与えることは、ほとんどなかった。ペパンは、第5ステージで棄権した。自転車競技における、ドメスティークという言葉は、 個々の愛称で知られたモリスブロッコを侮辱するために、1911年に初めて使われた。ブロッコは1908年から1914年の間の6度のツール・ド・フランスに出場したが、一度も完走することはなかった。1911年にステージを制したが、この時にドメスティークの5が使われた。ツール・ド・フランス1911でのブロッコの後期は、 シャモニーに到着する日、タイムロスによって失われた。優勝が不可能となった。彼は、翌日に、他の選手にサポートを提供することを申し出たと、評判となった。フランソワ・ファベールは時間超過による、危険の瀬戸際であったため、彼らは取引した。ブロッコは、ファベールを待ち、彼のペースを作ってゴールまで走った。レース責任者であり、 審判長のアンリ・デグランジュは規則違反として彼を失格にしようとした。しかしそれには証拠がなく、ブロッコが国内の自転車組織ユニオン・ベロシピ・ディッヒ・フランセーズに訴えることを危惧した。彼は自身の新聞ロトに彼に価値はない。彼はドメスティークに過ぎないと書くに留めた。翌朝ブロッコはデグランジュにムッシュ。 今日は感情の生産をしましょうと挨拶した。彼は34分差で勝利した。ツールマレー峠の上りで、デグランジュアはブロッコとイエロージャージのギュスタブ・ガリグーに、続いて走行した。ブロッコは、それで、彼と一緒に走るのは禁止なのかと叫んだ。続く山岳、オービスク峠で、ガリグーを置き去りにし、食あたりで道端で苦しむポール・デュボックを抜いた。 デグランジュはまだ監視していた。それでは、彼と一緒にいる権利はあるかと、ブロッコは叫び、彼は一人で走行して勝利した。ブロッコは、デグランジュに二つの点を知らしめた。第一に、彼は、才能ある選手であって、下僕ではないということ。第二に、それほど、才能のある選手がファベールとの時のようなお粗末な、走行をしたのは、 商業的な取引を行ったからにそういないで、あろうということ。デグランジュは、このような添付の才能を持つ選手が、明らかにレースを売り物にしてきただと言った。デグランジュは、彼は罰を受けるに値すると書き、即時失格とした。他のレースでは長い間ドメスティークを受け入れていた。デグランジュは、ツールは、個人競技であるべきの信念を持ち、考えの異なる、スポンサー、 自転車製造者と何度も争った。デグランジュは自転車製造者の影響を排除して1930年にツールを国、地域別チーム対抗戦に再編成したが、その結果チームワークとドメスティークを認めることとなった。リックファンローイのアシスト、ビンデンソン。彼がレース中盤で愛着を持つビールを取ってくることも含め、彼の望むことを何でもした。 トメスティークは偉大な男に、ステラの瓶を届けるために何マイルも追いかけるため、減っていった。ビン・デンソン、プリサイクリング、1950年代の圧倒的なの、クライマー、シャルリー・ゴールは、彼が、ルクセンブルクのマルセル・エルンツァーが続く限り、その前を走った。この二人は、体格が同じでロードバイクも全く同じ寸法で、エルンツァーのサドルが、若干低いだけであった。彼は、 必要な時に自転車をゴールに与えるために常にそこにいた。アンドレア・カレアはファウスト・コッピのアシストであった。彼は卓越したグレガリオだったジャーナリストのジーンリュック・ガテリアは言う。個人的犠牲の完全な概念を示し、個人的公平無視のそのものだ。彼はわずかな個人的な栄光も拒否した。 カレアはツールドフランス1952でローザンヌのアタックに参加し彼のエースの利益を守った。カレアは述べた。それを知ることなく重要な日の始まりに陥った。驚くことにローザンヌでは王者のために定められたジャージを引き継いだと聞いた。私にとってそれはひどい状況だった。カレアはレースの一位となる考えは持っていなかった。 審判員が言うと彼は泣き出した。彼は、コッピの位置を奪っており、この結果を恐れた。彼はジャージを受け取ったとき、彼のエースがいるどう、ずっと視界に捉えて泣いた。ジャンポール・オリバーは述べた。彼らは、天が落ちたと思った。これをファウストがどう思うか王者が数分後に到着したとき、彼は、彼のところに行き泣いて、許しを乞うた。 私がこのジャージを欲しくなかったことを理解してください。ファウスト。私にはその権利はない。私のような劣った男にイエロージャージとはコッピーは述べた。私はとても打ちきで感情的な彼らがそれをどのように受け取るのか不思議に思いました。ローザンヌの道で彼を祝福に行った時、彼はどんな表情をすればよいか知りませんでした。ホセルイス・アリエタは ミゲル・インドゥラインのアシストであった。レキップは、彼がエースをできるだけ長く、風から守るために費やすのであれば、時間も、年数も数えることはないだろうと述べた。アリエタは述べた、ビッグチームでキャリアを始めて、インドゥラインのような偉大な王者の横にいる機会を、得るなら、犠牲の働きで成長する。文句は言わない。逆に私は、素晴らしい瞬間を生きる機会を得た。 インドラインが勝つとき、または他の選手のために働くとき、チームのすべての選手の勝利でもある。チームメイトのための水を受け取るアシストアシストは、チームカーから水と食料を運び、チームメイトを敵から守る。機材トラブルからチームメイトを助ける。エースのタイヤがバンクすると、アシストは前方でスリップストリームを作って走行し、 元の位置に戻ることを可能にする。アシストの自転車のホイールと交換することもある。アシストはチームの利益のため敵チームに対抗するために走行する。逃げ集団に加わることで他のチームが追わざるを得なくする。逆に逃げ集団にチームが離されるとき戦闘を追う。アシストはスプリンターの戦闘を引いて ドラフティングにより数百メートル手前までエネルギーを蓄えるようにする。戦闘隊列はゴールから10から15キロメートルで8人のアシストが逃げ集団でペースを上げてたチームを諦めさせることもある。一人ずつ力尽きたチームメートが脱落する。最後にスプリンターを引くアシスト自身が優れたスプリンターであることも多い。 スプリンターは飛び出して100から200メートルの直線を突進する。山岳レースでは、アシストはペースを作ったり他チームのアタックを妨げて、エースを助ける。ツール・ド・フランス2005で、ランス・アームストロングをアシストするジョージ・ヒンカ・ピー、アシストの中には、序列がある。熟練したアシストは、ルテナント、または、スーパードメスティークと呼ばれ、重要な時に呼び出される。 彼らは必要とされる間、できるだけ長く、エースと共に走行する。例えば、ランス・アームストロングは、ツール・ド・フランス山岳ステージで、決定的なアタックの前にチームメイトを使って、ペースを作る。ツール・ド・フランス2009でのスーパードメスティークの例は、アンドレアス・クレーデン及びジョージ・ヒンカピーである。アシストは、ステージレースで、ステージ優勝する機会を得ることがある。 通常、これは、ステージレースの後半である。エースを脅かさない順位のアシストは、逃げ集団にいてもおそらく終わることはない。能力を示せれば、アシストはより、大きな役割に進歩する。与えられた役割は、コース、チームの参加選手数、現在の健康状態、あるいは商業的要因など、ざまな要因に基づきレースごとに、実質的に変化する。 例えば、チームサクソバンクのベテラン選手のスチュアート・オグレディは、ツールド・フランス2008で、カルロス・サストレをアシストした。対照的に、署名でないレースである2008年ヘラルド3ツアーでは、サストレは出場せず、オーストラリア人のオグレディが、チームのエースだった。彼はチームメイトにアシストされ、2つのステージに優勝し、総合優勝した。一方、 こうした自由を与えられたアシストとは別に他チームに足を使わせる陽動作戦の捨て駒として飛び出したものの後方の集団が追撃体制が整わずに予想外にタイム差が開きゴールまで大差を守ったまま駆け込んでしまう事態も発生する1993年のツールドスイスではアシスト陣で構成される逃げ集団が後方にいるエースを置き去りにしたままゴールしてしまい 逃げ集団に送り込まれていたチームアリオステアのアシスト選手であるマルコ・サリガーリが総合優勝まで獲得してしまった。UCI のポイントシステムはアシストとエースの関係を変化させた。これ以前はアシストは最終順位を気にしなかった。しかしながら現在は選手は最終順位のポイントを得る。 これによりアシストはエースよりも自身の成績を考慮するようになった。1990年代には無線の導入によりアシストがどの位置にいても監督が役割を与えることができるようになり、レース展開によっては勝利を目指すオーダーさえ出されることがある。ありがとうございます。